こんにちは。フリーランスのシステムエンジニアのゆうたです。今日はですね、仮想マシンについて、説明をしたいなと思います。結構最近だと、仮想化とか、仮想マシン、VM、バーチャルマシンとか、そういうキーワードを結構聞くかなと思うんですけれども、それについて、なるべく簡潔にお話をしたいなと思います。従来とかですね、多分2004、5年とかそんぐらいまでですかね、業務で使われているサーバーっていうのはこういうような形でした。物理マシンの上に OS が載っている、いわゆる家電量販店で売ってるノートパソコンだったり、デスクトップパソコンのでっかい版みたいなものをサーバーとして使ってたんですけど、最近だともうもっぱらこういうような仮想化の思想を取り入れた、構成になっています。その仮想化を取り入れたっていうのはですね、仮想マシン、あ、違う、物理マシンですね。物理マシン。ちょっと汚いですけど。物理マシンの上に OS が載っている。ここまでは、従来のものと同じですね。その上に仮想化するソフトを入れてですね、その上で仮想マシン、OS を、起動するというような方法をとっているんですね。その仮想化ソフトを使うことによって、疑似的に、なんていうの、ソフト、アプリケーションとして、このマシンを動かすことができるんですね。で、そうするとですね、一つの実際の物理マシンの上に、複数の仮想マシンを入れることができたり、この物理マシンの OS から見ると、この仮想マシン1個ずつっていうのは、このメモ帳だったりのアプリケーションと同じ位置づけ、要は一つのアプリとして認識することになったりします。なので、管理が楽になったりするんですね。あと、よく挙げられるメリットとして、実際の物理マシンだと、こうハードディスクが入っていますね。こっちか。ハードディスクが入ってます。で、そのハードディスク、もちろん仮想マシンにもハードディスクあってですね、それは仮想ハードディスクっていうので、そうですね、単純な、こっちの OS から見ると単純なデータとして取り扱われるので、昔に巻き戻したりだったり、壊して消したり、コピーしたりっていうのが簡単にできるようになったりするんですね。とか、単純に複数できるだったりとかっていうのが、よく挙げられるメリットです。一応デメリットっていうのを簡単に説明しますと、今はそんなに言われてないんですけれども、実際、見てわかる通り、この層の数が多いですね、こっちの方がね。ここだと、ここだ、物理マシンと OS とのやり取り、ここに上にソフトがあったりだとか、ここだと物理マシン、OS、仮想化ソフト、仮想マシン、OS、結構層を噛んでしまっているので、その分伝える時の、オーバーヘッドっていうんですかね、遅延みたいのが発生してしまいます。なので、単純な性能を比較した際にはですね、
こっちと若干劣ってしまうっていうことが挙げられたりします。ですけど、まあ今だとそんなに問題というか取り立たされるような問題ではないのかなと思ってます。はい、ではご視聴ありがとうございました。また見てください。